細川藤孝、戦国時代の武将である。彼は才能の塊であった。武術だけでなく和歌、茶道、囲碁、料理などなど文武両道に通じていた。そして世渡りの上手さも天下一品であった。将軍家に仕え、信長、秀吉、家康と主君を変え続けて戦乱の世を生き残った。チャプター1、順調すぎる藤孝。1534年、藤孝は室町幕府の幕臣の家に生まれる。だ、その後、12代将軍足利義晴の近臣、細川晴弘の養子となる。藤孝、お前も将来は将軍様のために働くのだぞ。はい、お父上。13代将軍足利義輝が新しく将軍になった頃には義輝に仕えていた。よろしくな、藤孝。はい、義輝様。この頃から藤孝の才能はあらゆる分野で開花していく。剣術は後に剣聖と呼ばれた塚原卜伝に学び、弓術においてもお墨付きをもらうほどの腕前となる。うむ、筋がいい。さらに和歌、茶道、蹴鞠、囲碁、料理に至るまで一流の腕前を身につけていく。さすがは藤孝殿だ。マジで何でもできるな、あの人は。心の中で師匠と思っとこ。文武両道に通じ当代一の教養人と呼ばれた細川藤孝の基礎はこの頃に築かれたのだろう。名門の家を出て将軍に仕え、高い教養を身につけていく。藤孝の生涯は順風満帆であった。順調。しかし全てを変える事件が起こる。1565年、将軍足利義輝が殺害される。現職の将軍が殺されるという前代未聞の事件であった。チャプター2、混乱。1565年、永禄の変。三好三人衆と三好義次により将軍足利義輝が殺害される。バカな義輝様が。さらに義輝の弟角慶が奈良興福寺に幽閉される。これらの出来事は日本中に衝撃を与えた。このままではいかん。角慶様、ご無事ですか？うわ。藤孝は他の幕臣と協力して角慶救出に動き出す。ご無事で何より。藤孝、ちょい怖い。本気の藤孝、超怖え。角慶こそ後の将軍足利義昭となる人物である。義輝様が亡くなられた今、将軍職を継ぐのは角慶様だ。何としても守らねばならぬ。その後藤孝は角慶改め義昭を将軍にするため各地を放浪することになる。義昭様を将軍にするためには大名の助けが必要だ。チャプター3、放浪の旅。放浪の旅は順風満帆とはいかなかった。灯籠の油が不足するほど困窮していた。うーむ、残り少なくなってきたな。もっと節約せねばな。そんな中での出来事。藤孝よ、本を読みたいので灯籠を用意してくれ。義昭様、申し訳ないのですが油がもう底を尽きたのです。本を読みたいのだ、藤孝。わかりました。義昭は空気の読めない男であった。藤孝は仕方なく神社に忍び込み油を盗み続けた。仕方がない、仕方がないのだ。そして幾度目かの窃盗の際、神主にバレる。うん、油泥棒、ようやく見つけたぞ。勉強のための油だ。神も許してくれるだろう。藤孝の迫力に圧倒されたのか、神主も藤孝を許し油を分け与えたという。そんな困窮の旅を続け越前の国の朝倉義景を頼ることになる。チャプター4、織田信長との出会い。朝倉家は有力大名の一つだったが、朝倉義景は義昭が将軍になるための上洛戦に消極的であった。
もうちょっと考えたいんで、一旦保留で。そんな中、藤高と義明に手を差し伸べる者がいた。当時、朝倉義景の家臣だった明智光秀である。義景は頼りになりません。自分の主君なのにはっきり言うな。その代わり、織田信長は頼りになる男です。あ、織田信長。こうして足利義昭と藤田からは、明智光秀を通して織田信長に協力を求めることになる。1568年、織田信長が義昭を擁立して京都入り、藤田もこれに従って京都に入る。こうして第15代将軍足利義昭が誕生する。よし、どうにか義昭様が将軍になられた。それにしても、織田信長、あっさりと上洛を成し遂げてみせた。底知れぬものだ。この者の力があれば、幕府は力を取り戻していくかもしれない。しかし、これほどのものならば、あるいは。当初は仲の良かった信長と義昭だったが、幕府権力の復活を目指す義昭と、武力による天下統一を目指す信長、この方向性の違いにより対立が生じる。この時、藤高は義昭ではなく信長側に協力的であった。え、藤高。藤高は信長の才覚を見抜き、いずれ天下人になると予見していたのかもしれない。その後、信長は義昭を京都から追放。ぐぬぬ。室町幕府は事実上の滅亡を迎えた。義昭追放後、藤高は信長の家臣となる。そして各地で行われた戦に加わる。高屋城の戦い、越前一向一揆征伐、奇襲征伐。藤高と同じく織田家家臣となった明智光秀と共に行動する機会も増えてくる。明智殿、さすがの采配だ。信長様が信頼するのも納得できる。1577年、松永久秀が信長を裏切り、信貴山城に籠城する。信貴山城の戦い。信長、隙あり。この戦いでも明智光秀と共に城を落としている。ぐぬぬ。1578年、信長の推薦によって藤高の嫡男忠興と光秀の娘玉、後のガラシャが結婚する。こうして藤高と光秀の仲はより親密なものとなる。めでたいですな、光秀殿。そうですね、この縁大事にしていきましょう。事件が起こったのはそれから4年後のことである。チャプター5、混沌の時代。1582年、本能寺の変。明智光秀が信長を裏切り、京都本能寺にて討つ。この時、光秀は藤高と忠興に協力を求めている。領地は摂津を与えるが、若さを望むなら若さを与え、他にも欲しいものがあれば必ず約束を履行する。これ以上ないほどの好条件での誘いだった。しかし、藤高ら親子は光秀の誘いを断っている。藤高は出家し、家督を忠興に譲り、忠興も光秀の娘である玉を幽閉して光秀との無関係をアピールした。細川藤田からの協力を得られなかったことが、明智光秀敗北の決定打になったとも言われている。光秀殿とは深い仲だ。しかし、この状況では味方できない。なぜ謀反を起こした、光秀殿。本能寺の変から間もなく、光秀は羽柴秀吉に敗れ、この世を去る。光秀殿。信長亡き後、天下を取ったのは秀吉であった。藤高は秀吉に仕えることになる。文化人として高い教養を身につけていたため、千の利休らと同様に秀吉の側近として寵愛された。藤高って何でもできるよね。もったいなきお言葉。1598年、豊臣秀吉がこの世を去る。秀吉亡き後、藤高は
徳川家康との親交を深めた。藤高殿は本当に芸達者であるな。いえいえ、とんでもない。次に天下を取るのはおそらく徳川家康だ。1600年、徳川家康が会津の上杉征伐に向かう。出陣じゃ、出陣。家康様、一度落ち着いた方が。この時細川家の軍勢も家康に従って会津に向かった。このことが細川藤高に生涯最大の危機をもたらすことになる。チャプター6、藤高の関ヶ原。徳川家康が会津征伐に向かった隙をつき、豊臣家家臣の石田三成が挙兵。家康は今日を経った、今こそ徳川を叩く好機。この出来事により各地の大名は石田三成率いる西軍と徳川家康率いる東軍に分かれて戦を行う。未曾有の大戦、関ヶ原の戦いの始まりである。戦い前の混乱に巻き込まれ、大阪にあった忠興の妻ガラシャは自害し、屋敷は炎上。くっ、光秀殿、すまない。この時藤高は丹後田辺城を守っていた。そして西軍勢力は田辺城にも押し寄せる。田辺城は西軍1万5000の大軍に囲まれる。細川軍の大半は会津征伐に向かったため、城を守る兵は500にも満たなかった。藤高様、敵軍が。籠城する、敵を中に入れるな。藤高は籠城をして必死の抵抗を見せる。田辺城の戦い、圧倒的な兵力差にもかかわらず、この籠城戦は長期に及ぶことになる。細川軍の抵抗の激しさも理由の一つだが、主要な理由は別にある。城を攻める兵の中には、藤高を華道の師と仰ぐ者も多く、戦闘意欲に乏しかった。師である藤高様を討つ、そんなことできるはずがない。うん、無理だな。おい、やる気出せ。そんなこともあり、戦いは長期的なものとなっていく。藤高の籠城戦には朝廷も注目していた。皇族である八条宮も藤高の華道の弟子であったからだ。このままだと藤高が危ない。さらにこの時藤高は古今伝授唯一の継承者であった。古今伝授とは、古今和歌集の解釈を師から弟子に伝えることで、華道における秘伝の奥義。藤高が討ち死にすることで秘伝の奥義がついえてしまう。そのことを朝廷は危惧していた。いかん、継承者は藤高一人のみ。このままでは完全に失われてしまう。藤高に今死なれると困る、非常に困る。講和じゃ。八条宮は藤高に講和を呼びかける。しかし藤高はこの講和を拒絶、籠城戦を続ける意思を伝えた。さらに使者を通じて古今集、証明状、源氏章、21代和歌集など貴重な和歌集を朝廷に献上した。いかん、あいつ死ぬつもりだ。兄上、お願いがあります。ん？八条の宮は兄である後陽成天皇に講和を要請する。こうして天皇による講和の勅命が下される。さすがの藤高も天皇の勅命には従わざるを得ず、講和に応じた。まさか勅命が下るとはな。戦は終わりだ、城を明け渡す。田辺城の会場は関ヶ原の戦い本戦の2日前であった。藤高の籠城によって田辺城に釘付けにされた西軍1万5000の兵は関ヶ原の戦い本戦には間に合わなかった。そして関ヶ原の戦いは家康率いる東軍勝利に終わる。終わった。籠城戦は細川軍の敗北であったが、結果だけ見れば藤高の行動は東軍勝利に大きく貢献したことになる。藤高がそれを見越して籠城を続けたかどうかは判断がつかない。藤高の嫡男忠興は
関ヶ原の戦い本戦で武功を挙げ、戦後に豊前の国39万9千石という広大な領地を得ることになる。その後、藤高は京都で悠々自適な晩年を送ったという。1610年、細川藤高はこの世を去る。享年77。細川藤高は才能の塊であった。文武両道に通じ、世渡りもうまかった。その才を生かし、戦乱の世を生き抜いた。ちなみに、藤高の嫡男、細川忠興も、文武両道に通じる才能あふれる人物であった。しかし彼は、性格に難あり、とも言える。興味があれば、細川忠興の生涯も、覗いてみてはいかがだろうか。今日の名言。誰もが才能を持っている。でも能力を得るには、努力が必要だ。マイケル・ジョーダン。次回の日本史漫画は、剣聖と呼ばれた男、塚原卜伝の生涯。ご視聴ありがとうございました。この動画が良いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。次回も見ていただけると嬉しいです。またね。